さあ、どうも、綿貫です。ついにね、第4回目になった綿貫の脳内ですけどね、徐々に、取り上げるテーマが怪しくなってきています。で今回のテーマが、上司に退職しますと伝えるとどうなるか。これ、いきなりどういうことなんだって感じなんですけども。まあ、私はね、転職をしているので、2015年8月に前の会社で、まあ、入社1年半ぐらいなんですけど、そこで退職をね、申し出たんですね。で、その時に、やっぱいきなり、変なことを言われて責められてトラブルになったら嫌だなと思って録音してたので、その時の音声が残ってたのを最近思い出したんで、まあね、仕事を辞めたりとかなんか、でもなんか言われたらどうしようとか結構思ってる人もいると思うんで、なんかそれのね、参考になればいいなと思って、今回ね、この動画にしてみようかなと思いました。でね、私の置かれてる状況として、まともな会社で働いてたんで、自分の知ってる限り3年以内で離職した人って、っていうのはここ数年 0% だった職場なんですね。まあ、自分が辞めた後ではね、なんか後を追うように何人か辞めてったみたいですけど。で、あと上司の喋ってる声はさすがにね、無断で載せるわけにはいかないんで、その部分に対しても自分がこの場で聞いて文字として打ち込みますんでね、それでどうか、ご勘弁をお願いします。ではね、再生していきますね。お疲れ様です。ちょっと用事があって来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。所長さん、今ちょっとお時間よろしいですか？ちょっとおまけで申し訳ない、ちょっと退職させていただきたい、働くことになった。もうあと2週間で辞めさせていただきたいんです。8月末まで。9月1日からではないですけど、仕事も大変なんで、7月から8月にかけて何回かあったんで、確かに大変でしたけど、まあここでずっとやっていこうっていうふうには思ってたんで、あ、というか、まあじゃあ行っちゃいます。ありがとうございます。まあ、それでも、そっか、今日は書いた方がいいですね。ああ、だい、それは自分でやりますね。保険と年金と。その辺の、正直、4月からなんですよ。来年の4月です。いや、結構もう貯金がかなりあるんで、全然。もうバイトも何もしないで、貯金で全然行きたい。もう実家なんで。まあ、あとは、ちょっと何もしないのもまずいんで、たまにバイトとかしようかなと思います。8日残ってると思うんで、9月15超えるとまた年休制度されちゃうんで、それはあんまやんない。さすがにそれはまずいんで、さんどっか行くっていうんで、この週変わってるんで、ここの週まではさすがに来ようと思うんですけど、休暇はあるん で休暇が足りない分に来るとかでいいですか？15日付けにするんだったら全然前でも僕は構わない。で、という内容なんですけども、まあね、若干粘ったものの、思ったよりね、あっさり承諾してもらいましたよね。本当はね、もっと引き止められたりとか、なんでてめえやめんだよとかね、激しく責められるかなとも私も思ったんですけども、本当まあ、総合職、自称総合職の採用で入って、ね、まあ、そのままね、定年までいればね、まあ、それなりに役職も上がったような状況なんですけどね。まあ、意外とね、よくよく考えてみたらね、やっぱり、どこの会社も結局は、ね、なんだろう、伝統的な日本の企業だと、ね、出世レースみたいなのがあって、どっかしらでね、競争に脱落していく人みたいなのがいるんで、ある程度ね、途中で辞めた人がいた方がね、なんか同僚とかね、会社のためになるんじゃないかなっていうふうにもね、思いましたね、こう考えるとね。まあ、ある程度辞めるのが前提で取ってるんじゃないかな、みたいな、というか、途中で誰も辞めなかったらもう出世レースから脱落させるしかないからね。まあ、これはこれで良かったんじゃないかと思いますけど。でね、改めて考えると、会社員っていうのは、自分しかできないわけじゃなくて、代わりの人でもできるから組織として成り立ってるものだと思うんですね。よくね、たまに、
会社辞めるときに自分が抜けたら回らないぞとかなんかね、すごいよくわかんないこと言ってる人がいますけど、そんなことはまずありえないんですね。会社という組織はもう残った人で何とかするから会社なんですね。だからね、もうもし会社を辞めたいけどいろいろ考えてる人もなんかいらっしゃると思うんで、まあこのね、自分の体験談みたいな、これが参考になればなと思います。まあもちろんね、闇雲に退職するからかっこいいってわけじゃないんで、闇雲に退職を勧めるわけじゃないんですけども、ね、YouTube 上を探しても実際に退職した時の音声みたいなそんななかったんで、まあこの動画をね活用していただければと思います。では今回はこれで以上になります。どうもありがとうございました。